はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、今まで HX ストンプを持っているにもかかわらずほとんど触れてないなというものが一つあります。フォーケーブルメソッドっていうものです。なんつやと、これはですね、見てもらった方が早いかな。この辺ケーブルがもういっぱいあるでしょう。これね、HX ストンプの映しますね。まず、信号の流れを言うと、ギターから HX ストンプの1本っていうのがあるんですね。で、センドから右側のこの、これです。下の方。センドから出たのがギターのインプットに入ります。これで2本目。で、アンプのセンドから出てきたものが、このリターン。これ上の方に入ります。で、そっからこの出てきた、この上にね、出てる、これが出ていって、アンプのリターンに入る。つまりパワーアンプに入っていくということですね。あ、すいません。パワーアンプなんで、グローバルセッティングをラインにしない。ということです。で、これ何かっていうと、このセンドリターンの中に、マーシャル JCM2000 の DSL のプリアンプの音を取り込んだということになります。これで。そういうことなんですね。スナップショットに今入れてみました。で、この画面が、分かりづらいな。画面のコードする。はい。ブロックがですね、今2つ置かれてますよね。左が FX ループ L なんですよ。つまり、アンプの、プリアンプの音が入ってるんです。で、スナップショット2にはですね、ハイワット、フーワットの100を入れております。クリーンですよね。なので4ケーブルメソッドっていうのは、まあ実際その名の通り4本ケーブルを使うってマットなんですけども、まあ、実際それをするアンプにすることで何がいいかっていうと、そのアンプの前後にそのプリアンプの音を生かして、まあ、空間系を置いたりモジュレーションを置いたりいろいろこの HX ストンプのブロックの中に組み込めると、まあ、アンプの自由度が上がるというか、まあ、アンプの音を自由に使えるっていうメリットがあるわけですね。まあ、ただね、これね、ちょっと順番間違えたりルートを間違うとアンプにね、アドコーダーっていうのがあるので、もしちょっとでもわからないことがありましたら、ぜひ質問いただければと思います。また次のですね、動画に関してなんですけれども、このモジュレーションをプリアンプの前後で使うとどう違うのか、これをちょっとやって、せっかくなんで、やってみたいと思います。本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。